男の人ってちょろいな。まあどうでもいいけどね。私はお金もらえれば。ああ、いい感じの日モテそうなおじさん発見。今日は頑張ってもう一稼ぎいっときますか。偉いぞ私。ねえねえおじさん、私とエッチなことして遊ぼうよ。え？先生。ん？佐藤じゃないか。どうしたこんなところで。やば、日本酒の宮野。こんな遅くにどうした、塾の帰りか。そんな感じです。どうしよう、最悪だよ。へえ、頑張ってるみたいだな。いえ、あれ、さっきのことに触れてこない。もしかして聞き逃してくれた。ところで、さっきのエッチがなんとかってあれなんだ。まさか佐藤がいつもこんなことしてたなんてな。いつもってわけじゃ。結局聞き逃してるなんてことはなく、親に言われたくなかったらわかるだろうって、一回すれば見逃してくれるってことだったから。嫌だったけど親バレしたくないし。てか知ってる人とこういうことするの初めてだ。 A few moments later。 やばいよこんなの。日本史の宮野見た？はぁ、見た見た。マジキモいよねあいつ、目つきが。そうそう、わかるわ。そうかな。宮はそうでもないの？まさか宮は宮野みたいなのが好みとか。いや違うって。いやいや、本当はああいうキモいのが好みなんでしょ。宮はちょっと変わってるとこあるもんね。本当に違うって。あんなの、なんでも。Ah, shit. Here we go again. お邪魔しました。おう。明日は呼んでくれるかな。なんでそんなこと考えてるんだろう、私。先生にいいように使われてるだけなのに。先生のこと、好きになっちゃったのかな、私。